今回は「編み物英文パターンハンドブック」を紹介します英語で書かれた編み方英文パターンが編めるようになる本英文パターンはこれまで編み物マニアが要所を買って楽しむものでしたしかしインターネットによって編み物初心者中級者にも日本の外の編み物に興味を持つ人が急増中そこで 本書は英文パターンを編んでみたいと思う人へ、英文パターンの編み方、読み方を丁寧に解説します。英文パターンが初めての人はもちろん、ある程度編んだことがある人にも便利で、新しい発見もある一冊です。過去に出たこの種の本とは比べ物になりません。出版が遅れたのも問題ないと思える充実度です。 これからも編み物をするにあたって英文パターンとはずっと付き合っていくと思いますがこの本は一生私を助けてくれる手放せない本ですいかに簡単な内容を記しておきます基本編データ編実践編の3部構成基本編は英文パターンを手に入れよう英文パターンの特徴を指ろう英文パターンの基本的な構成 ポーリについてて詳ししく解説してありますデータ編は基本的な用語集ささげ針編20ページにわたって日本語や技法の解説と連携してます読みやすいかぎ針編4ページ半いろいろな対象表針や糸やインチセンチ採寸箇所の名称知っておきたい表現や編み方作り目や増し目減らし目 とじはぎについて実践編は英文パターンでよくある質問読み物としてとても充実情報量が多い掛け目の違いと交差編の略語の違いとか英文パターンを実際に編んでみようショーーールススヌードスカーフ各1。あと小物が2つ載ってます以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。